ちょっと馴染まなくて今困ってる。こんばんは。せっかく壁車が短くなったのに本人が長くなるっていう。よいしょ。なんだろう、なんでだろうな。なんかさ、なんかカツラっぽくないですか。なんで分からん。理由が分からん。あと髪染めました。黒です。天の尺、確かに。こんばんは。自分がロングだった時どんなもんだったかわからん。こんばんは。明日のイベント頑張ってね。ありがとうございます。ということはその髪で前鉄婚、多分ロングで出ると思う。こんばんは。あとちょっと前髪切りすぎちゃったんだよね。なんかさ、美容室よりさ短いんだけど、なんでだろうね。前髪が短いのが違和感の原因なのかな。ちょっと原因が分かんないんだけどさ、いやなんか不思議でならん。なんか美容師さんにさ、前髪目と眉の間でっ てさ、美容室だと結構目にキワキワだったので、あ、もうちょっと切ればよかったなと思ったんだけど、お家帰ってきたらなんか前髪上がってるんだけど、短くない。もう髪型の正解が分からぬ、我分からぬ。これでハーフツインとかできるね。まだね、高いポニーテールはねできないんですよ。元の髪の毛が短くて入りきらなくて、ポニーテールするとね、後ろにね元の毛がこうやって出ちゃうんで、ポニーはできないんですけど、なんかあのこういうのとかやったらできるんで。なんかでもさ、なんだろう、馴染んでないんだよな。なんでめちゃくちゃつけたのに、 100束つけたのに、なら分からぬ。そう、ポニーができるまではまああと何ヶ月、2ヶ月くらいかな。いや、もうちょっとか、高めだと。メイクさんに聞いとこ。こんばんは。やちさん、花束ありがとうございます。こんばんは。なんでなんだろう、なんか地毛のさロングだった時よりなんか違くね。なんかね、わかんない。てか量が多すぎ、髪の量多すぎ。なんかさ、元の髪の量がすっごい多いから、エクステの量も多くしないとなじまなくって、多くしたんですよ。だから少なくてもなじまないし、多くてもなじまない。そう、もう困ってる、もう困ってるよ。でも量多いよね。どうしたんだろうこれ。見慣れたら大丈夫。本当？こんな違和感感じてるのは私だけ？どうしたらいいと思う？あやねちゃん、エクステ外してもう一回つけてませんでした？でもこの時期のロングめっちゃ暑そう。こんばんは。なんだろうね、なんかさ似合わないんだよな。どうしたらいいんだろう。ロングあんなに似合ってたと思うんだけど、地毛のロングは。どうしたらいいんだろうな。元の髪が広がっちゃうのがいけないのかな。わかりませぬ。こうやってやっとこう。多分ね、巻いたりしたらね、あれやと思う。もうちょっと馴染むと。
昨日からの変化に驚き、まあ、色も変わりましたしね。まあね、ロング派の方もショート派の方もいると思いますが、全ての皆様の要望は答えられませんので、その時々を楽しんでいただければと思いますけれども、どうもどうも、こんばんは。こんばんは。どうしたらいいんだろう、量多いよね、絶対絶対量多いと思うんだよね。もう少し短めのエキスだと思ってた。なんかやばい、ハゲそうだった今結構さ、この辺までついてるんですよ、シェイクステ。もうちょっと切ればよかったんかな。あ、でもちょっと見慣れてきたわね、今コメントで見慣れてきたかもだったけど、ちょっと見慣れてきたかも。え、姫カットとかにしようかな黒髪ロングにするとさ、姫カットとかしたくならない、なるんですよ私。そう、姫カットしたくなるな。あとさ、地毛、わかった、それさ、地毛がさめっちゃくせっけだからさ、こんなロングなこと、ロングでまっすぐなことないんですよ、わかる。だから違和感えぐいんだ自分で。ロングだった時もっとうねうねしてたもん髪の毛。あ、絶対それだ、気づいた。こんなスンってしてないのよ地毛が、マジくせっけだから絶対うねうねしてたもんね。だってさ、今日さ帰ってくるとこうやって耳かけてたけどさ、耳かけた後も残んないんですよ、やたらストレート。ストレートめっちゃキモいんだけど、どうしようなんか他人のストレートっていいなって思うけど、自分がストレートになるとなんかキモいんだけど、どうしたらいい、わからないな。まあちょっとなんか馴染むヘアセットを勉強するわ。そう、あと黒すぎんのかな、でもどうせ色落ちするからな。そう、でも地毛こんな感じ、地毛とあんま色変わんないこれ。そう、あと色落ちするんでね、しゃあない。そう、元の髪の毛宿毛した時こんな感じだった、思い出した。さあ今元の髪の毛ロングだった時、宿毛かけた時髪の毛こんな感じで、うわー気持ち悪いって思ってたから、そんなもんやなね。そう、そんなに黒すぎないと思う。結構光当たるとちょっと茶色いしね、なんならもっと黒くしたかったんだけど、なんか表に茶色になっちゃった。でエクステも同じ色に染めたの、あ、もともと同じぐらいの茶色を同じ色に染めてくれたんですよ。だから一緒に色落ちしていくの、地毛と、地毛とエクステが一緒に色落ちしていくから、なんか色落ちの違和感は多分ないと思う。そう、これ地毛これも地毛、これ地毛です。あと前髪をね減らしたんですよ。これもともとね前髪だったものなんですけど、やばくないですか、前髪こんな長かったんだよね今日の昼まで。これを伸ばす方向に持ってきたので、それも違和感の一つ。そう、髪の長さだけじゃなく前髪の違和感もすごい。なんかこの辺をさ、こうやってここが重すぎるんだよな多分むず、髪の毛ってむず、髪の毛だけでさ違和感っていうかさ、その印象めっちゃ変わるやんね。あ、そう、最後今日一番ショックだったこと、帰ってきたらエアコンつけついてた、
そういえば今日朝エアコンつけっぱで家を出て12時間誰もいない部屋のエアコンをガンガンにしていました。非常にショックでした。みんなはエアコンのつけっぱなしには気をつけてね。ほら前髪、あ違うか、前髪美してもなんか微妙やな。どうしたらいいこれ、わからん。でも絶対ロングじゃなくて前髪のせいだ。さやの違和感は分かった、前髪だ、前髪だ。明日メイクさんに相談しよう。ちょっと前髪どうにかなんないっすかねってでもさ、せさ自分でさ自分の髪負けないんですよ。そうだけどさ、ロングにしちゃったから負けるようにそろそろならないと。まずコテを買うところから始めたいと思います。そうさ負けないの、ストレートアイロンでウェーブしかできない。まあ、でも明日は、明日のティフはあのメイクさんがやってくれるからお任せで。見慣れてきたな見慣れてきたな。半年くらいショートだったからな。撫で続けるとツヤが出るそんな髪の毛、そんな感じかな。でもこれ誰かの人毛でしょ、エクステって。そう考えるとちょっと怖いよね。明日早速ロング見られるの嬉しい、イエーイ。明日のためにロングにしたの？明日のためではないけど、でもこれからイベントいっぱいあるし、なんか可愛くしようかなと思ってつけてみた。明日のティフもあるし、ぼっちゃん劇場もあるし、 A 公演もあるし、なんか6月後半いっぱいいろいろあるからちょっと可愛くなるかなと思って。こんばんは。でもさこれさ、なんか今まあ腰よりちょい上ぐらいなんですけど、長さが地毛でここまで伸ばしてたの正気の沙汰じゃないなって最近今日思った。よくこんなとこになるまで伸ばしてたなって。ちなみにロングは期間限定なの。なんかエクステが1ヶ月から1ヶ月半ぐらい持つらしくって、そうだからまあここだけの話なんですけど、結構いい値段したんですよ結構いい値段して、そうだから1ヶ月半後に考える、もう1回つけるか一旦お財布と相談するかは1ヶ月半後に考えようと思っています。そうメンバーはまだ誰も知らない。あでもさっきゆなちゃんにね LINE した。今ロングの時の写真と見比べてるけど、まず耳が出てる。耳の後ろに残る毛量がもっと少ない。耳の後ろに残る毛量、こうなってたってことか。昔はもっと髪が、わからんな。こんばんは。でも絶対毛量多い、それはね思ってる。だって100本もつけたんだよ、多すぎだろ。めっちゃ寝たわ、つけてもらってる間今日さ結局ね6時過ぎに起きたの。そう6時過ぎに起きてめっちゃ美容室眠かった。耳にかけるの癖になってる。でも耳かけないとすごい量多いんですよ。なんかなんかねえ多くない？しかもねここの地毛の丸みがねちょっと残ってるから、それがねこうやってやるとねすごい分かりやすいのよ。ここがさ
だからかけて違和感を取り除いている。でもシャンプーとかできるかな、ちゃんと耳かけない方が顔が小さく見える。確かに片方じゃ残しますか。でなんかこう地毛のさ丸みがちょっと出るよね、これが。見てこの地毛、私の、あ、これはエクステ、この我が地毛かわいいね。これしかないよこれしかない。それまたドライヤー30分かかるコースなんですけど、終わった。長かった頃はそのくらいまで髪の毛あったの。長さですか。もうちょっと、一番長い全盛期はもうちょっと長かったです。うん、正気の沙汰じゃないです、そんな伸ばすの。4年ぐらい伸ばしてたからね、すごすぎます。自分を尊敬してる。こんばんは。でもさ、元の髪の毛めっちゃ量多いからさ、ロングだった時もさ空いてたからさ、あの感じのさボリューム感だったけどさ、空かなかったら多分こうだったと思う。多分空いてないからね、すごい多いんだと思うよ今。かわいいかわいい、嬉しい、みんなが褒めてくれて嬉しいな。そう、坊ちゃん劇場の前鉄ライブ、あの配信がね決まりましたんで、そう、昨日のお話し会で配信ないのって言ってくださった方すごい多かったんですけど、あるんです。なので皆さん遠方からでもぜひご覧ください。いきなり髪伸びた。そう、髪伸びました。みんなが待ちかねていたであろうロングです。久しぶりだと思ったけど去年の9月までロングだった。そうなんですよ、まだね、9ヶ月くらいしか経ってない。こんばんは。もう見れないかと思ってたよでもそれもさ、エクステつけるとは思わなかった。なんか自分がロングだった時は、いやエクステってお金かかるからもったいないよな、きっと生涯やらんやろなって思ったけど、なんかショートにしちゃったら、うわお金出せば伸びるってなんて画期的なんだっていうこんばんは。そう、お金出せば髪伸ばせるってなんて画期的なんだろうと思って、ありがたい。逆にもうショートが見れない気。でも育成取ったらショートにいつでも戻れるからね。まあ1ヶ月半後には一旦ショートになるよね。そっからもう一回つけるかどうかは分かんないけど、1ヶ月半後には少な、遅くもね、もっと早く取れちゃうかもしれないけど、遅くも1ヶ月半後には確実に一旦ショートになるから、もう全然みんな安心してほしい。でもさ、これでさエクステ取った時にさ、うわっ髪伸びてるってびっくりするんだろうな、地毛がうわっ地毛が伸びてるって思うんやろうな、自分想像つくわ。わかんないじゃん、こう今伸びてても紛れちゃってびっくりするやろな。今まで貯金頑張ってきてよかった。いろいろ見れて嬉しい。え、そう、いっぱいイメチェンしたい。長いな。髪伸びました。かわいい、ありがとう。外さないんだ。え、そうだ、1ヶ月半後には外しますよ。ドライ、いや大変、わかんない、今日まだつけてきたばっかだから
明日かな、分かるのは。今日は洗わないから、もう美容室で洗ってきてもらっちゃったから。明日絶望するんじゃない、イベント終わりにドライヤーの長さに。さやはそんな気がしてます。こんばんは。でも明日のティフ楽しみ。さあ明日イベント終わるの遅いから多分お家帰ってくるのめっちゃ遅いんですよ。そっからお風呂入ってドライヤーで絶望を一旦すると思う。うわっ、って短い時めちゃ楽やったなって多分絶望すると思う。久々にいろんな髪型楽しんでください。でもロングにしたけど地毛がまだ短いからさ、あんまりいろいろできない。おろし系しかできない。でもこの毛量でおろし系なんてやった日にはもうすごいパヤパヤしそうだけれども、ハーフツインとかならできるのかな。でもこの辺にもさ、エクステ貼り付けてあるからどうなんだろう。でもメイクさんがいれば何でもできるか。またどうせすぐ色落ちしちゃうんだろうな、数日なんだろうな、黒髪で入れるのは。マジで今回本当に前回の黒髪にしたやつ一瞬で色落ちしたからな、早かった。パヤパヤって割と使うけどサイリンしか聞いたことない。嘘、みんな使うでしょ。みんな使うオーソドックスオノマトペでしょ。使わないの、みんな、みんな使っていきなよ。すごい汎用性高いよ。髪の毛ぐらいにしか使わんけど。こんばんは。使わないよ、使っていこうぜ。汎用性高い、髪の毛パヤパヤすんなって。それしかも今梅雨じゃん。梅雨の時期は特にパヤパヤすっからよ。でもこれさ、地毛じゃないからさ、地毛じゃなくていいところは癖毛が出ないところ。どんなに湿気が多くてもさやの癖毛にはならないことが一番いい。あ、使うって人見つけた、イエーイ。そう、地毛じゃないからね、癖が出ないんですよ。エクセのいいとこそこだけだけど、地毛のロングと比べてエクセのいいとこそこだけ、癖毛にならないこと。あとはもう全部地毛の方が絶対上位互換。重くならないの。え、ね、なんかね、頭重いんですよ、どう考えても今までより。だから体重何グラムか増えてると思う。そう、増えてると思う。そう、ウィッグじゃなくてエクステつけた。だからね、地毛いるの、ここに。こうやってちょっと触ったら地毛でこんにちはできるよ。まあでも増えたって言っても多分 200g ぐらいですけどね、多くて。体重はそんなに髪の毛重くないんで。でも明日午後からティフなんですけど、こんばんは。朝ぼっちゃん劇場のレッスンなんですよね。レッスンっていうかリハだから、さやぼっちゃん劇場のダンス曲、鉄ライブのセットリストを今から覚える。ログかわいいですね、ありがとうございます。さやは昨日、今日ティフのリハだったんですよ。さやは昨日の夜ティフのリハ、ティフの曲を覚えたわけで、明日はぼっちゃん劇場のリハなんですよ。さやは今日覚える。なんでこんな付き合い牙なんですか、いつも。どうしてなの、わかりません。ポンコツです。覚え悪いくせにさ、
どうしてやらないのか本当に本当にわからない。やれよって感じ、自分に対して。で大丈夫です、本番までには絶対に完成させるんで、みんな安心してくれ。明日のティフよろしくね。なんかなんだろう、珍しいというか最近やってない曲多い気がする。いやわかんない、イメージだけど、他の人が出てるイベントのセットリストとかあんま知らないから完全にイメージだけど、明日はね、あのめちゃくちゃ下手が多いです。ちなみにみんな下手が多いですので、迷ったら下手にどうぞっていう。楽しみ、ありがとう。さあも楽しみ。鉄は割とオーソドックスなセットリスト勝手に思ってる。まああの AKB のファンじゃない方もきっと多いからね。確かにそうかも。そう、みんなこの情報聞きたかったでしょ。今日リハしてきてね、ずっと下手におるな自分って思った。上手にもたまに行くけど基本下手におるなって感じたので、みんなよろしくね。こんばんは。まあ上手も行くけどね、割合的には下手がギリギリ多いかな。こんばんは、こんばんは。びっくりした、びっくりさせちゃった。こんばんは。もうちょっと短くてもよかったかな。ママにもさ、思ったより長かったって言われたんだよね。なんか最初エクステパーってつけてくれて、どのくらい長さにするって言われて、なんかほぼ最大長さ、まあでも5センチぐらい切ったか、元のエクステより5センチくらい切ったけど、確かになんか本当は胸上ぐらいにしようと思ってたの、このぐらいね。だからもう10センチぐらい切ろうかなと思ったんだけど、ちょっと思いのほかロングおもろいなと思ってちょっと長めにしちゃった。エクステっていつまで持つんですか。なんか長くて1月半って言われた。そう、だ1ヶ月か1ヶ月半ぐらいだねって。手拭きはできたらよかったのにね。あ、でも確かに明日平日だもんね。さあ今日日曜日でびっくりしたんだよね。なんかさ、昨日なんか帰りに、昨日帰りがちょうどさ、普段だったら通勤じゃなくて退勤ラッシュの時間だったから、うわ電車混むと思ったら、なんか混んでなかったなあんまり。今日は珍しいなと思ったけど、土曜日だから当たり前だったっていう、今日気づいた。今日さ、なんか今日何曜日だったかなと思ってさ、カレンダーみたいに日曜日でさ、うわだから昨日電車ついてたんやと思って。今日の朝も絶対いつもだったら通勤ラッシュの時間だったのに、めっちゃ空いてて、なんか優雅に乗れたのね。だからなんでこんな今日空いてんのかなと思ったら日曜日やった。今日2万歩くらい歩いてんだけど、すごっ、動きだけで600キロカロリー消費してる。すごくない、すごくないですか。600キロカロリーだよ、動いたことだけで。ダンスめっちゃ踊ったんだもん今日。こんばんは。そう、リハーサルめっちゃ踊った。自分は6000歩しか歩いてない。でも6000歩もなかなかじゃない。曜日感覚ないのはニート。でもまあニートに限らず不定休だとそうなるよね。なんかさ、毎週何曜日が休みって決まってたらさ、あ今日は何曜日かってなるけどさ、不定休だと今日が何曜日か全く分からん。土日休みなことの方が少ないし。こんばんは。でも確かにティフ平日にやるってなんか珍しいね。でもさ、私のさ1個前の出番、私のってかエイトの1個前の出番がワースタさんなんですよ。会えないかな、大好きなワースタさん会えないかな、ご挨拶したい。
ちゃくちゃ好き。まあなんか間になんかイベントみたいなの挟まるけど、残っててくれたらいいな、会いたい、写真撮りたい。そう、一時期さえカラオケでめっちゃワーストさん歌ってたもんそう、こんばんは。見慣れてきた気がする。どうですか皆さん、今日のこの時間は見慣れるための時間です。で今日久しぶりに会いたすぎてゆずきちゃんたちに連絡した。ちょっとみんなスケジュールどうだいって、陽キャになってきたよ。さすがに陽キャになってきた。陽キャ生活始めて半年、ついに陽キャの片鱗が見えてきた。イベントは他のアイドルさんと会えるからいい。え、そうなんだよね、それ対バンイベントはそれが好き。なんかスパガのゆめりちゃんに会ったのも多分ティフアットジャムだったかな、分かんない、なんかの対バンなんですけど、それからちょっと仲良くなったし、こんばんは。対バンはマジ、さやが友達いない私が他のアイドルさんに友達を作る貴重な場所。でも昨日なんかマネージャーさんと喋ってて、なんかマネージャーさんに黒髪ロングめっちゃ似合ってましたよねって言われて、ああ気まずいって思ったショートにしたこと、だからショートにしたのをその落とすように言ったわけじゃなくて、すごい好きでしたみたいな純粋に言ってもらって、そう、すごい気まずかった。あ、でも明日なるんでっつってあ、明日エクステとなるんでっていう話をしたんですけど、なんか2人マネージャーさん2人と私でなんか雑談みたいな会話してたんだけど、2人に黒髪のロングにはもうしないんですかって言われて、えっつって、いやいや、すごい似合ってたと思うんですよねみたいな、ショートより似合ってたと思うんですよねって言って、あ気まずい。でもちょうどエクステつけようと思ってたから、まあいいやと思って、気まずかった。なんかそう、かわいい、嬉しい、こんばんは。サラサラ、でもこうやってさ、こんな触りすぎると早く取れるかもしれんな。ずっと触っちゃう、なんか長いのがおもろくて。さあさ、地毛がさすごい癖っ気で広がりやすかったからさ、その下ろして外に出ることってあんまなかったの。基本縛っちゃってたの、広がるから絶対に。そうだから、なんかこう下ろしてるのが不思議。基本縛ってた気がするな、外出るとき。今日帰ってくるときとか、もうロングのときの髪さばき完全に忘れてて、すごい大変だった。いっぱいリュックと服の、このリュックとこのから、自分の体との間に髪の毛いっぱい挟まるしさこんばんは。でも黒髪ロング似合ってる気がする。でもね、こうやって持つとね、地毛より少ないんだよね地毛多すぎん。こうやってなんかポニーテールみたいにこう持つとめっちゃ細いの、束が。だからマジ地毛とんでもない量だったんだなって思う。地毛も 1.5 倍ぐらいあった実は。今告白すると、そう、こうやってた時の太さでわかる。そう、だからこんな毛量多く見えても、それは見慣れていないだけで自分の地毛より全然少ないっていう。こんばんは。
多分見慣れてきたな。これ巻きたい、明日巻こうかな、ね、巻こうかな、巻いたらもっと可愛い気がする。でも邪魔かもしれない、明日結構踊る曲多いから悩むな。メイクさんと相談しよう。ハーフアップとかにしようかな、巻いて。そしたらちょっと量減ってさ、ちょっと楽やない。この辺で待って、ハーフアップ量をハーフアップじゃなくて4分の3ぐらい縛っちゃった今。でね、高めポニーがねもうちょっとかかるんですよね。そう、地毛が短くって落ちてあれなんですよね。珍しく時代劇見てるから言いたくなっちゃう昔のことは。今日の劇場公演 MC 好きなメンバーにゆうなちゃんがサイリンの名前出しました。えっ、オンデマ見なきゃ。こんばんは。なんか急にねドラマ見たくなって、なんか時代劇見てる今まさかの。え、なんかさ、私さ昔からなんか漫画とか小説とかもそうなんだけど、恋愛ものあんま好きじゃないんですよ。そう、特になんか好きじゃないっていうか、なんかあんま見ないし読まないんですよ。だけど、まあ、時代劇の恋だったら読めるかな、見れるかなと思って今時代劇見てる。時代劇のなんか恋愛っぽいやつ見てる。そう、見れた。現代の恋はあんまり興味ないけど、時代劇の恋はちょっとおもろかったわ。まだ見てる途中ですけど。ゆうなちゃんさ、なんかさ本当にさ私にさすごい可愛いって言ってくれるし、好きって言ってくれるしさ、そうなんか言ってくれるんだけど、本当に私がいないところでも私の名前を推しメンとかで出してくれるから、本当に好きでいてくれてるんだなと思ってとても嬉しい。さっき LINE しちゃった、ロングにしたよんって。なんでって来てたけどこんばんは。完全懲悪者の時代劇だと思った。あ、でもあれ見たよ、なんだっけ、この前放送し、この前ってか何ヶ月か前に放送してた必殺仕事人見た。な、何の気もなしになんとなく見たけど。そうでさ、あの女優さん好きなんですよ、必殺仕事人の。あ、名前がわからない女優さんの、何でしたっけ何でしたっけ、忘れちゃった。女優さんが好きで、うん、名前がわかんないんだけど、一つ仕事人のさ、仕事人側の方仕事人側の女優さんもうダメだ、わからん。でも多分名前見てもわからん。そう、でも好きな女優さんがねいたからちょっと見た。あ、涌井さんかな、かもしれん。そんな気がしてきた。こんばんは。そう、それぶりの時代劇でした今回。で、完全懲悪者いいね、必殺仕事にめちゃおもろかったよ。そう、渋めのチョイスだったけどめちゃくちゃおもろかった。最近のドラマはマジで全然見てない。なんだっけ、なんか友達が何かを見ろって言ってたけど見てないな、見てって言われたけど見てない。もうドラマの名前さえわからん。なんか
なんかが、なんとかが面白いから見てって言われたけど、なんだったんだろうあれ。でも恋愛ものだった気がするからな、なんか見なかっちゃった。あ、でもなんかさ、それさ、探偵ものめっちゃ好きだから金田一見ようと思ったけど、結局1話以降見てないんだよね。めんどくさがりにも程があるやろ。そう、1話めちゃくちゃ面白かったんだけど2話から全然見れてない。まずいね。でもあれは見れてる。スパイファミリーアニメですけどは7話ぐらいまで今見てる。もう10話ぐらいまで進んでるから今3話溜まってんだけどまずいぜ。ねえ、金田一1話で終わっちゃったんだよね。どうしてなんだろう。見たかったのに。探偵ものおもろかったのにな。なんでだろうって考えるのがすごい面白いのに、なんか見ないんだよな。アーニャピーナッツが好きと、なんだったっけ、忘れちゃった。そう、スパイファミリーめちゃくちゃ面白い。好きな声優さんいっぱい出てるからとっても面白い。そう、あと可愛いしね。こんばんは。最近のさやのアニメドラマ事情はそんな感じかな。金田一途中で昔のやつ放送した。なんだっけ、2話がさ延期になったんですよね。一周だか何かで、なんかその事件、実際の事件を思い出しちゃうからみたいな感じで、それでなんか昔のやつやってた気がする。どの時代の金田一やってたのか忘れちゃったけど、あ、探偵が早すぎるさ、多分今続編じゃないですか。最近、あ、最初のやつ見てた。最近のやつ見てないけど。そう、見る時間があるのね。なんかお風呂の時間とかに今まで YouTube 見てたんですけど、最近なんかドラマとかアニメ見てます。でもドラマはなんかなぜか今のじゃなくて昔の見ちゃうそう、こんばんは。最近曲は、キートランの曲。え、なんだろう、なんか聴いてると思うんだよ。わからん聞いてないな、聞いてないです。なんだろう、でみんななんかおすすめの曲あります？最近流行ってる曲ってかでもいいんだけど。あ、でもあれこの前聞いたよ。なんだっけ、あのちょっと前になんかさ平成のドラマ見たいなと思ってイケメンパラダイスとか見てた時にいけない大義を聞いてたかも。うん、イケパラの堀北真希さんマジ好きだった。マジ綺麗、好き。こんばんは。あ、でも YouTube もちゃんと見てるよ。移動中とかは YouTube 見てる。電車の移動中。なんかね、私の、あ、しきんさんこんばんは。私のあれなの、携帯があれになったのよ。ギガ放題になったから外でも気兼ねなく YouTube を見ることができて非常にストレスフリー。マジでストレスなくなった。そう、我慢しなくていいっていう。のぶたの時かな、星になってるやつ。のぶたをプロデュース、見てないんだねあれね。時間あれば DMM 見てるからほとんどチームAの歌聴いてる。あ、嬉しい。あ、でも最近聴いてる曲、イケメンの曲よく聴いてるよ最近。なんかこんばんは。イケメンの曲よく聴いてるかも。なんかシングル曲シャッフルで聴いてたりするわ。聴いてたわ、イケメンの曲聴いてます最近。なんか夏ソングとかねロングです、こんばんは。
ショールームイベント時外で配信まくってたら今月の着替えは、え、しかもさ月頭だったじゃん、絶対やばいよね。みんなありがとう、ご苦労をかけています、ありがとうございます。ギガ放題マジで快適。でもさ電車とかでさ満員電車の中ってさめっちゃ通信悪くなりません？私は絶対になるんだけど、みんなどう？満員電車乗るとめっちゃ読み込まなくなる。私は20ギガで契約してるけど2ギガぐらいしか使わない。え？どうやって生活してるの？2ギガなんて溶かそうと思えば1日で溶けるのに。自分はギガホで先月120ギガ使ってた。え、ギガホの人ってさどうやったらさ何ギガ使ったか分かるのさ、今分かんないんだよね。なんかあのデータシェアで使える、データシェアで使えるギガが月30ギガまでなんですよ。その iPad とかにこれを Wi-Fi、 この携帯を Wi-Fi みたいな感じで使えるやつのその残りギガしか見れなくて、どうやって見るんだろう。ワンバンコ夏曲めちゃくちゃ好きでいろんなアイドルの夏曲聴きまくってる。夏曲いいよね。満員電車乗らないからな。え、羨ましい。あ、ドコモはアプリで見れるのか。そっか、au は見れないんだよな。こんばんは。見方ある気がする。デザリング9ギガも使ってました。残り21ギガ。え、私もね、あのショールームイベント中めっちゃデザリングしてたから結構使った。でもまだ4ギガぐらいかな言うて。え、どこ触ってもエクステのさ粘着あるのおもろいんだけど、邪魔だな。早く髪伸びないかな。地毛でこれやりたい。あ、MyAU で見れるよってママから LINE 来た。なるほどね、 MyAU という手があったのか。ね、夏曲いいよね。あ、あとさ最近ゆずさん聴いてるよ。ゆずさん、ゆずさんの夏曲大好きだから最近聞いてるわ。聞いてないですとか言ったけど聞いてるわ、聞いてるわ。ですね、データ使用量どれだ、これかな。データ使用量の更新について 26.8 ギガ。先月やったらもうあとちょっとで通信制限だ。DMM も見終わった後アンテナ 4G ってなってるとちょっとビビる。確かに、オンデマも結構ねギガは消費しますよね。あのね、ショールームイベントねずっとねなんか Wi-Fi の調子が悪くて、あの基本あれでやってたの、そうモバイルデータでやってたからこんなことになってる。あ、もう31ギガだわ、今月 31.44 ギガ。先月だったらもう通信制限になってる。ギガ放題って最高だね。デザリングはちなみに5ギガぐらい使ってますね。なんと快適なこと、ギガ放題の。あと 5G めっちゃ早。お、配信見に来てありがとう。明日のティフもギガ放で帰宅前に見ることになりそう。まあそうか、結構遅いけどね出番は。でもまあ確かにお仕事の方もいるか。明日何時ぐらいだっけな出番。21時いくつとかだったっけ。でも大取りではないからね、最後はあの招き家さんでしたっけ、分からん、ごめん、ちゃんと見てないわ、すいません。
YouTube 見放題がさらに天国なの間違いない。え、そう、最近でもドラマ見てるから Unext を使っています。 Unext と YouTube を外で見てる。そう、そしてね、結構出番遅いので皆さんお気をつけて、お帰りの際はもう外も真っ暗ですし、あれですか、あ、最後電波組さんだわそう、遅いですか、皆さんお気をつけてお帰りくださいね。21時です。いや、明日結構ドキドキだな。めっちゃ練習しよう、明日出番前に。本番絶対に何が何でもミスらないように。今日は美容室に行ってて帰りが遅かったので大戸屋に行って夜ご飯食べた。そう、大戸屋人生3回目4回目、大戸屋行ってきた。なんかね、季節限定の期間限定の、なんかなんだっけな、春野菜とタケノコのなんちゃらみたいなやつ食べてめちゃくちゃ美味しかったです。みんなおすすめ。近くに大戸屋がある方はみんな行っておいで。めっちゃお腹いっぱいだけど、なんかタケノコご飯だったの。ご飯がめちゃくちゃ美味しかった。タケノコの炊き込みご飯みたいな。そう、それに味噌汁つけて、ほうれん草のごまあえもつけたからお腹いっぱい。でもご飯は小盛りにしました。え、そうさ、結局ね、牛タン食べてないんだよね。牛タン食べ行こうと思ってたけど、なんか牛タン一人で食べ行くのもなと思って、誰かがご飯に誘って行こうと思ってさ。そう、なんか今お預けしてる。まあ、あ、でもこの前家族でバーベキューした時に牛タン食べたよ。そう、なんか近所のお肉屋さんにカルビとハラミと牛タンとホルモンを注文して食べました。そう、誰か誘ってご飯の方がね楽しい。そう、バーベキューで牛タンはゴージャス。でもうち結構牛タン買うかも。なんかお肉屋さんで買うとね、なんかスーパーで買うより安いんだよね、美味しくて。そう、まあピンキリだけど、スーパーでもその安いお肉もあるけど、お肉屋さんだとね、質のいいやつをね、手軽な値段で買えてとても良き。牛タン美味しい。牛タンでも最後はね、牛タン厚切りが好きなんです。厚切り食べたい。厚切り牛タン。こんばんは。でマジでみんなといろんな人とご飯行きたい。そう、でも大戸屋美味しかったです。なんか本当はコロッケ食べたかったけど、今痩せたいから我慢してきた。なんか大戸屋の中でも脂質がめちゃくちゃ低いあのメニューを選んだ今日。あと期間限定っていうのにちょっと惹かれたし、タケノコ好きなんで好きなものだったし、脂質も低かったので選びました。でもお家がこっちから東京帰ってきてからね、体重増えてない。痩せた。なんならえ、みんなさ、この前のさ英語園オンデマとかで見てくれましたか。ちょっと痩せたんですよね。みんな見た。顔はまん丸なんですけど、いまだにちょっと痩せたんで、みんなオンデマで見てね。この前初めて牛カツを食べて感動した。うわー美味しそうだね。塩麹の唐揚げ、うわー柔らかそう、うまそう。めっちゃ髪伸びてる。そう、エクステしてきた。今日長野駅の久世福商店でなめたけ買ってきて、え、久世福商店のなめたけさ、マジで無限にご飯進むから気をつけてね。マジでうまいから、そう、食べ過ぎ注意。味噌カツ好き好き。名古屋のグルメ全部好き。ちなみに手羽先も好き、味噌カツも好き、きしめんも好き、
名古屋のご飯全部うまいっす。なんだっけ、名古屋駅にねあるねなんとかっていうねご飯屋さんがすごい美味しいんだけど名前忘れちゃった。なんかそこもすごい体に良さそうな定食が食べれるお店なんだけど、なんかそこがねそこのお味噌汁が白味噌だったの。なんか名古屋って赤味噌のイメージあったけど、そのご飯屋さん白味噌で、うわ珍しいと思って美味しかった。遅いかもだけど予約ロング見慣れてきた。おいえ、まあ時期に見慣れますって。なんとかじゃ1ミリもわからなくて、草なんかさもうさ店名とか全然覚えてないんだよね。なんだったっけな、なんか数字が入ってた気がする店名に、でも忘れちまいました。長野県ってさ合わせ味噌だからさ、その赤味噌でも白味噌でもさなんかどっちも新鮮に感じる。こんばんは。でも白味噌の白味噌好きなんだよね。じゃ京都とか白味噌ですよね。白味噌大好き。でも結局ホッとするのは合わせ味噌、幼少期から慣れ親しんだ味。名古屋分かった、今ここに携帯があるから調べたらいいんだ。なんと簡単なことだった。最近青さの味噌汁に余ってます。分かる、青さ美味しいよね。なんだっけ、名古屋駅ご飯、どこにあったのか分からん。何やったかな。あ、これだ。みっけ。これなんて読むんですか。読み方が分かりませぬ。247カフェ。247カフェ。でもこれね多分チェーン店だからね全国にある気がする。知らんけど、ホームページ見ね。でもおすすめなんで名古屋に行ったらご飯屋さん行ってみて。こんばんは。しけさんこんばんは。地元にお味噌汁専門店があって結構対応してる。え、何めっちゃいいやん。善光寺御開帳限定のペヤング買ってきた。そばっぽい麺と八幡屋磯五郎の七味型に入ってた。あ、麺も違うんだ。うー、食べてみたい。こんばんは。有楽町にある。お、じゃあみんな有楽町で行こう。227カフェ、もう名前忘れちゃったけど、なんか今ねパッと見つけられたのはなんか店名に7が入ってた気がすんなと思って、名古屋名古屋駅ご飯7で検索したら出てきた。検索上手ですね。行ったことあったわ。え、あそこ美味しいよね。こんばんは。おきに。なんか定食屋さん、体に良さそうなご飯出してくれる定食屋さん全部好き。あのお盆でご飯とかチェーン店なんですけど、そこも好き。いやね、定食屋さんは全部いい。こんばんは。しかもチェーンの定食屋さんのいいところはネットで成分表、栄養の成分表が見れるから、なんかとても良い、助かる。でもこんな髪の毛伸びるだけで随分印象変わるんだな、今更だけど。さらにそういうの見るのすこ、そうなのよね。こんばんは。よいしょ。ちょっと前に深夜のバラエティで黄金の定食って言ってた。さやの大好きなシソンヌの長谷川さんが出てたやつでしょ。全部は見れてないけど何話3個ぐらい見たよ。なんかテレビつけたらやってて、そう深夜にやってたやつね。あのなんかご飯定食屋さんに行って
なんか失敗しないようにメニューを選ぼうみたいな感じのコンセプトのところですよね。私ソンヌさんめっちゃ好きだから、うわ長谷川さん出てると思って見てた。全部は見てないけどつけてやつけて見てた。そうつけてやってたら見てたね。あれ美味しそうだったな。こんばんは。てかさ、ちょっと話変わるんですけど、そういえばシソンヌさんの話をしたから思い出したんだけど、芸人さんのライブをね見に行きたくて、この前のさハマちゃんとセリちゃんがミキさんのやつ行ってて、うわーやっぱ行きたいなーと思ってさ、普通にあのなんだっけ吉本の劇場とかも行ってみたいし、芸人さんの単独ライブとかも行きたくてずっと探してる。好きな芸人さんのライブ行きたいなーと思って。たまに行ってた池袋の定食屋さんが取り上げられて嬉しくなった。あ、それは嬉しい、それは嬉しいわ。なんかさテレビにさ自分の行きつけのお店とか出てきたら絶対嬉しくない？出てきたことさえは一度もないんだけど、なぜかっていうと行きつけのお店が一個もないからそう、行きつけのお店が一個もないからそんな出来事は起きないんだけど、なんかでもいいよね、お目が高いって思うよね。ねえさやもお笑いのライブって行ったことない。でもこの前セリちゃんがやっぱテレビで見るお笑いより生で見た方が何倍もおもろいって言ってたから、それは見に行きたいと思って行きたいですね。でもまあそれもそれでまた一人で行くのもあれなんで、誰かを誘いたいというところ。大学時代に通ってた超ビッグサイズのチキンカツ出す店がテレビ取り上げられてて懐かしくなった。あ、そういうのなんかいいね、夢ある、いいですね。行きつけの定食屋さんとか作りたいけどな、なかなかそうもいかない、なんか勇気が出ずいけない。こんばんは。アイドルも劇場で見る方がいい、それはそう。いくらねなんか映像とかよりもやっぱ生にはかなわんよね。さやもそう思う。待って、1時間余裕で経ってない？もしかして15分に始めたよね。5分ぐらい過ぎてるよね。早っ、今日めちゃくちゃ早いじゃん。ぼちぼち終わりにしますかね。さやは明日のダンスを練習してねばなりませんので、大変じゃ。でも明日のティフ楽しみだから頑張ります。昨日結局早く寝てね、めっちゃ早起きした。え、そうシソンヌさんさ、そう8月からライブするからさ行きたいんだよね。そうめっちゃ思ってる。行きつけにするとそのうち閉店、うわーそれは切ない。わさびさん可愛い人ありがとう。ということでじゃあランキング読みます。13位ヒラリンさんありがとうございます。12位ラピスさんありがとうございます。11位かぼちゃ先生ありがとうございます。10位ケンケンさんありがとうございます。9位ピアノマンさんありがとうございます。8位バイクコトさんありがとうございます。7位とてもケンケンさんありがとうございます。6位ともちさんありがとうございます。5位ヤスさんありがとうございます。4位クロギツネさんありがとうございます。3位コクヨさんありがとうございます。2位ヤチさんありがとうございます。1位はタメさんありがとうございます。イエーイ。ということで明日はティフよろしくね。明日ね、明日何時頃ショールームするかちょっとまた考えます。わかんない、朝やるかもしれないし昼ぐらいにやるかもしれないし夜やるかもしれない。ちょっとまあお待ちくだされ。ではおやすみ、バイバーイ。